なあ、おい。Maybe we should go talk to him. Nah. Oh, those are still going. Any new sub stories?Just that. Which I might go do real quick. Since it's the only one on the map there. やってるな。ああ、春日さん、この前はどうもありがとうございました。カトリーヌちゃんのショー大盛り上がりでしたよ。そうか、そいつはよかったな。今日は何をやるんだ。クマじゃないんだろ。ええ、今日はこの子、トラのシャルロットちゃんです。ほう、なかなか立派なトラだな。でしょ、毛並みもいいんですよ。春日さんも今日は触れ合っていってください。手を出すとお手をしてくれますよ。ほんと可愛いんです。もちろん特別な訓練を受けておりますので、人に危害を加えることなんてありません。この子が小さかった頃からこの私が直々にトレーニングをしてきましたからね。それがなんか不安なんだよな。ん？おお、どうしたの？お腹が空いてるのかな。そうかそうか、
ちょうどご飯を持っててから少し分けてあげるよ。はい、お食べ。へえ、手慣れたもんだな。でしょ。私くらいにもなると初対面の動物とだって分かり合えるんですよ。ある意味外国語よりも動物語の方が簡単に思えちゃいますね。ん？もっと食べたいの？あーでももうダメだよ。栄養の取りすぎは逆に良くないからね。また今度おいで。こんな感じで飼育している動物だけじゃなくて野良猫とか鳥とかよく寄ってくるんですよ。自分じゃ特に意識していないんですけど、私には親しみやすい何かがあるのかもしれませんね。なるほど。ちなみに、トラのシャルロットちゃんもあんたのところによく寄ってくるのか？ええ。シャルロットちゃんは遊びたい盛りなので、いつも私のところに来ますよ。檻を越えてもか？いや、さすがに外には出しません。好奇心が旺盛なので、外に出したら興奮させちゃいますから、あくまで檻の中だけですね。もうだから今日はもうご飯はあげられないの。また今度って言ってるでしょ。いやー、シャルロットちゃんが檻の外に。シャルロットちゃん、頼むから中に戻って。おい、相変わらず全然分かり合えてねえじゃねえか。あいつめちゃくちゃ機嫌悪そうだぞ。カズカさん、お願いします。なんとかシャルロットちゃんを檻に戻してください。なんでまた俺なんだよ。虎なんて無理に決まってんだろう。それにあんた動物語簡単とか言ってたよな。ならそれでさっさと説得しろよ。そんなことできるわけないでしょう。そもそも同じ人間たちだって言語の壁で悩んでるのに、種族を超えて意思疎通できたらそらもう神ですよ。こいつ自分でも何を言ってるか分かってないんだろうな。やはりこうなったら力でねじ伏せるしかありません。お礼はしますから、お願いします。シャルロットちゃんは足も速いので、このまま逃げ出してしまったらもっと危険です。そうは言っても。結局俺がやるしかねえのか。かかってきたわ。さーて、wrong one。なめんなよ。頑張ります。 I hate when I just select it so quickly, thinking that it's the same move that there was before.She has learned more moves since then. What do you got? プレゼントだ。どうする？さあ見せてやる。痛い目に合わせる。じゃあ俺の番。かかってやるよ。Her face. さて、なめんなよ。絶対負けない。なめると痛いもんになるよ。チーチー、黙れ。頑張れ。
私が相手です。やあ、ほらやるぜ。とっておきだ。派手にしてた。私の番です。なっちゃった。また強くなっちまったか。Get back in the cage. さっさと俺に戻りな、シャルロットちゃん。すごい、シャルロットちゃんがおとなしく俺に戻った。シャルロットちゃん結構人見知りなので、私以外の人にはあんまり懐かないんですよ。素晴らしいです、春日さん。いや、あんたに懐いてるようには全く見えなかったが。でもこれで大事にならずに済みました。これはお礼です、受け取ってください。メロタグ逃げ出すのはこれっきりにしてくれよ。大丈夫ですよ、これからはもっと厳重に管理するようにしますから。それならいいんだが。それより春日さん、もう少しでシャルロットちゃんのショーが始まりますけど、見ていきませんか？お席用意しますよ。いや、今日はちょっと疲れたし、虎は十分堪能したから遠慮しておくぜ。そうですか、それではまた今度日を改めてぜひお越しください。今度はまた新しい動物が活躍する予定なので。一応聞くが、そいつは逃げたりしねえだろうな。ああ、それはご安心ください。あの子はうちの動物の中で一番賢い子なので、そんなことは絶対ありません。そうか、じゃあ俺は行くぜ。今度から気をつけろよ。はい、ありがとうございました、春日さん。やれやれ、まさかクマに続いてトラとやり合うことになると。今度は違う動物でショーをすると言ってたな。気が向いたら顔を出してみるか。Is it gonna be next time? See that Medal of Honor?This is what I need to put on those people during, like, fighting the...Is it not gear?I could take a 10 attack hit to put this on.Oh, there's Medal of Honor. How did I miss that? Okay.
Next one, or even there now. Was it empty before? Senpai, are you seeing that? That's what they're doing in the circus. Ah, I've seen it. I didn't expect it, but it was really interesting. I've never seen the Tamanori's Tora. But I didn't like it that much. I didn't like it at all.最後の方なんて虎に無視されてたし、あのサーカス団結構評判いいみたいだな。団長は相変わらずのようだな。まあ熊の時もそんな感じでしたよ。そろそろ終わるみたいですし、最後にもう一回くらい見ておきたいな。休憩行ってきます。おい、持ち場離れる時はショベルのエンジン切ってけっていつも言ってんだろ。すぐ戻るんで大丈夫ですよ。どうせろくに休憩時間ないんだし。たく、愛想のねえ新人だな。まあいつものことですよ。それより俺らも休憩行きましょう。腹減っちゃいました。だな、カツ丼でも食いに行くか。そろそろサーカス終わるのか。後で俺も顔を出してみるかね。ありがとうございます。おう、はい。
へえ。All she has to do is see the repeated movement and press it. And she's out. Oh. Oh. Yeah, maybe.確かこっちに来たと思ったんだけど、どこ行った？あそこだ！クララちゃん、戻ってきて！おいおい、まさかあいつ。She dabbed. このままでは私たちまばら。そんなこと言っても。決めた！デリバリー！
よろしく。さあ、エンジン全開で行くぜ。よろしく。Yelling. People watching. Some people just don't care. Still walking on the phone back there. That's funny. どうぞ。立て直さねえと。私が相手で。よっしゃ、行くぜ。よっしゃ、行くぞ。
pretty decent damage. Pretty decent. ちょっとおとなしくしてみて。これはやばい。なめないでくれ。見せてやる。やあ。Because of the attack up? 私に勝てますかね。団長、クララは捕まえました。ちょっと疲れてるみたいですけど、無事です。そうか。しかし、こんな騒ぎになっちまって、どう収拾をつけたらいいんだ。おい、見たかよ今の。すげえパフォーマンスだったな。え、これってサーカスでしょ。ショベルカー乗りますチンパンジーと、それに立ち向かうテンパって斬新だな。ドキドキしながら見ちゃった。あの炎もすっごい迫力。Someone wearing a mask. み、皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。これからあちらのステージでショーを行いますので、よろしければ見ていってください。今度はステージでショーをやるんだ。またあんな迫力のやつ見られるかな。ちょっと行ってみようぜ。ふぅ、くったくった。もちもち作業の続きをするか。あ、なんじゃこりゃ。今日は本当に助かりました、春日さん。お礼の気持ち、受け取ってください。Doll of Torment。頼むからこんなことは、マジでこれっきりにしてくれよ。今度ばかりは死ぬかと思ったぜ。はい、春日さんには感謝してもしきれません。あ、この感謝っていうのは、何度も助けていただいたからというだけではなくて。ん？ここ数日、私は春日さんのおかげで、今まで見たことのないお客様の表情をたくさん見ることができました。長いことこのサーカスをやってきてはいましたが、それは動物の玉乗りや輪をくぐるとか、どこかで見たことあるようなものばかりだったので、普通のサーカスの域を超えられなかったんですよね。お客さんも笑ってはいるけど、心を揺さぶることまではできていないって内心感じていたんです。安田団長ですが、ここに来てクマ・トラとの激戦、そしてショベルカーとの燃えるような死闘、どれも手に汗握るシーンの連続で、見ている人の目は釘付けでした。スリル、驚き、喜び、この全てが詰まってこそ感動体験なんだなって感じたんです。私はこれからも来てくれたお客さんたちにこんな体験をさせてあげたいって思いました。そうか。そこで降りてお願いがあるのですが、ぜひうちのサーカス団に入っていただけませんか。な、何？俺がか。はい、春日さんとうちの動物ちゃんたちがタッグを組んだらきっと最強です。
日本一のサーカス団だって目指せますよ。いや、俺はあれだったらショベルカーとかも頑張って用意します。ローンとか組んで。あ、ダンプカーの方がいいですかね。いやいや、どっちもいらねえ。っていうか俺はサーカスやらねえよ。まあまあそう言わずに、可愛い動物たちと一緒にサーカス界のてっぺんを取りに行きましょうよ。いや、本当もう動物は勘弁してくれ。あ、待ってくださいよ、春日さん。Is he gonna run into the water? Wow. Now it's time to continue. どちらまで行かれますか。それでは。Pseudo trash. Restaurant anymore because of this. Perfect. Save. Let's talk to the dude.村長。うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。俺がここに運び込まれた時の話です。あの日あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話しちゃもらえませんか。分かった、話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時。ああ、このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？そりゃどういう。不定期に運び込まれてくる死体の処理だよ。え？死体の？それを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ。見返りに俺たちはいくらか握らせてもらう。荒川組ってマジっすか。でも昔からってことは登場会の時の。詳しくは知らん。ただそういう仕組みができてた。俺がここに住み着くずっと前からな。処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら刺されたの殴られたの、どんなんだろうがゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。
バブルの頃は月に一度はあったらしい。俺が村長になった後も3人運び込まれてきた。殺しの荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがある。いや、今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がす。え、なんでそんなこと。自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ、そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だから滅多にないケースなんだがな。じゃあ俺の場合も。その取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんな奴でした。荒川組のもんだろうが、俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。Think that if he was known as the assassin, 死んでくれ。頼んだぞ。Him being so skilled. なんだ今の。He would have killed him. 俺を撃った後、何か言ってたみたいなんだよ。He wouldn't have missed or not been a fatal shot.なんだそれ。いや、確かに言ってたんだ。夢じゃねえと思うんだがよ。よう、一番。希望を持つなとは言わねえ。だがな、お前がここに来た時マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった。ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ。俺にはちょっと。Spot, so it looked like、he would die, それでもおやっさんは俺を撃たなきゃならなかった。会合に来てた他の極道たちの目があったから。いや、なんでもねえよ。忘れてくれ。Because he could have easily shot him right in the heart or in the head. それでは。If Arakawa was known as an assassin, then he wouldn't have shot him in such a way that he would survive.He knew he would recover. He knew sending him there would. They would bring him back to life, or nurse him back to life and save him.
でしょうか。軽くひねってあげましょう。私の番ですよ。くれくれしてみろ。どうしようかな。それかかってきなさい。俺の番だな。ほら、さて、絶対負けない。頑張ります。またいい女になっちゃった？先にやらせてもらってるよ。いいんですか、ごちそうになっちゃってお前がおごってくれんのか。そうしたいですけど、支払いはこれじゃまずいですもんね。どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。うまい北京ダック、俺にも気持ちよく食えるようにしてください。あなたとおやっさんがそういう関係なのか。俺に気持たせたのはあなたですよ。偉人帳の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代の清流会と半品流マン、その一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋？そのうちの一人が旅回りの役者だった男、荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。え？ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。清流会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかっただが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ組の跡目になる俺にその役を命じた。ってことはまさか会長。そうだ、つまり俺は荒川敏夫を、荒川真澄の父親を殺した人間で、荒川敏夫と個室にいたのが誰かは事の直前まで知らなかった。それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。殺された親を最初に発見するのがその子になる。そう分かっててもなおだ。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。二人は海に沈んで消えた。死体も上がっちゃいないがな。じゃあ大家さんは両親を一度に。ああ、そして座長を失った一座もその後解散。荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった。何者も頼れない彼らが生きるには
極道にでもなるしかなかったんだろう。東京のカムロ町でな。荒川が入ったのは東条会の枝で氷川興産って組だ。ずいぶんきついとこだったらしい。殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。マジですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え、東京の組なのにどうして。少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからな。そうか、その時からおやっさんは偉人町のホームレスと死体の始末を。 That was weird. What kind of update is that? 荒川は偉人町に通っては執拗に前科者や極道の顔を探し続けた。たった一つの手がかりを頼りにな。あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、それだけをひたすら追い続けた。そして事件から7年が経っていたある日、俺のもとにこの平安楼への招待状が届いた。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に、俺は逃げられるもんじゃないと悟った。だからボディーガードも誰もつけず、俺はたった一人で荒川からの招待に応じたんだ。一人で。でもそれは危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして。どの道ろくな死に方はできん家業だ。あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった。今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに。まだ二十歳を過ぎたかどうかってその目はもう何人もあやめてすさみきっていた。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか、その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。偉人町の秘密だった偽札のこともすべて話した。その間銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口を挟まず、全てを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやっさんは。あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやっさん。1984年に日本の満札は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。
その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。贈り物？ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を送ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。なんでそんなものを。説明は難しいな。まあ強いて言えば恩義とけじめの気持ちだ。恩義とけじめ。ああ。俺は荒川の招待を受けたあの日、殺されるはずの人間だったんだ。だが彼は俺の命を取らず、胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。荒川には途方もない恩を受けた。だがけじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印がそのエラーの偽札だ。偽札の秘密は俺や偉人町の急所だ。だがその秘密が保たれ、ずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちと、そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば、いつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。そのつもりで実は裏書きに一筆入れたな。恩義平衡を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだが、さすがにほとんど消えちまったようだな。そういうことだったのか。しかし今その偽札を持った男が俺の前に現れた。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。おやさんが俺を大切な身内だと。荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだ。だがな、それを手放しお前に託した意味をお前も理解すべきじゃないのか。だとすれば、カムロ町でお前を撃ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなく、お前を生かして俺の元へたどり着かせるために撃った。違うか。今俺にわかるのはせいぜいここまでだが。いえ、ありがとうございます。会長。そっか、やっぱそうか。でも判断すんのはお前さんだ。俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです、十分です、信じます。そうかい。ええ、
俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃその仲間ももちろん会長も信頼できる人です。だから信じれるんです。そして俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。春日。はい。お前荒川とは血縁か。まさか。そんなんじゃありませんよ。そうか。あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。親としてさぞかし鼻が高いだろう。